リスナーは軽軍の一角、眼光支配にです。はい時刻は3時になりました。星野源さん、寿司ラーメンリクさん、お疲れ様でした。そうか、寿司ラーメンリクさんもいるのか。さっきは源さんとしか喋ってなかったけど、そうだ、寿司ラーメンリクさんもいるの。お寿司さん、お寿司さんも元気ですか？あの東海オンエア仲直りさせてね2023年10月17日火曜日、この時間はアナのオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。はい、伊集院が、じゃあ伊集院さんが来なくれた、伊集院さんが来なくれました。僕に昨日ポカポカっていう、あのお昼のハライチさんが MC のお昼の番組に出たんですけども、そこで伊集院光さんもいて、そう、ラジオといえばの人ですよ、伊集院さんなんて。で、10月間日本放送もやってるってことで、で、その伊集院さんが隣の席にいて、そして僕が好きな粉があって、それをおすすめし、プレゼンっていうかおすすめしたら、伊集院さんがなんか粉好きすぎるから、その粉をどう粉好きすぎるから、長年深夜ラジオやって粉が大好きみたいなんで、それでその粉を美味しく食べるあのプレゼンみたいのをしてくれる時間がありまして、でそのおすすめしてもらったやつ、僕が美味しいって言ってたら、今日日本放送で生放送するついでにわざわざ他のおすすめのスパイスを持ってきてくれたらしいよ。すごくない？プッシャー。だってあの CM 中、そう、 CM 中に僕がなんか汁が美味しくなる粉ないですかとか言ったら、あるよみたいな、あるからね送るよって言われて、これ一昨日だっけ、昨日か、昨日だよ、昨日言ってたぐらいなのにもう送ってきたらしい。怖すごくない？早い、直接は渡さないから。で、だから知ってくれてんのかな、ラジオやってんの。いや、伊集院さんとても大きくてとても優しいですね。こんなオイラみたいな変色坊やに優しくしてくれるのかい、スパイスおじさん。オラオラオイラおおオイラオイラみたいな変色坊やに、スパイスおじさんと変色坊や、すげえな。こんなオイラみたいな変色坊やに粉くれるのか、優しいな。だからご飯の時間が楽しくない変色坊やに、スパイスおじさんが魔法の粉堀西をかけて世界を彩ってくれる映画ミニオンに次ぐ代表作、イルミネーションプレゼンツ。いやー、本当に送られてきてるんですか。あ、それ？いや、じゃあ見てみよう、そのスパイスおじさんが持ってきてくれたスパイス。何個もプロデューサー伝いに来たらしいですよ。え、これ何？これ？おお、なんか瓶みたいな、3つ、あ、3つ、おお、何これ、何これ、上物だ。じゃあまあ1個ずつ、まず1個目、究極スパイス、どんな料理もこれを使えばとびきり美味しくなる。唐揚げ、手羽先、ステーキ、やり取り、牛タン等の肉料理から魚料理、スナック菓子まで、とにかく食べ物が美味しくなる究極スパイス、ペペロンチーノにわ、特にゃ。すげえ粉じゃん。すご。なにこれ。でも、これなん、どうやって使うんだろう。なんか、よくわかんない。あともう一個が、牛魔王これさ、吉本とさ、絡んでない？ほら。なんだろう。牛魔王だって。ちょっと、よくわかんない。使い方、わかんない。吉本のロゴが入ってるから、吉本とどっか加熱、なんか宮迫さんじゃねあ、でも宮迫さんは吉本辞めたか、でも宮迫が出した可能性大ありだわ。で、あともう一個が、牛
合間スパイス。お母さん難しい漢字ばっか使わないでくんない？使っときゃいいと思ってない。オールラウンドふりかけだって。これかも言ってたの、こう岩井さんと喋ってた、なんかこれがもう本当に、あ、そう、これだ、ラーメン合間みたいな。ちょっと読み方わかんないけど、ラーメンとかに、ラーメン屋が出してんのかな、なんかもう本当に何にかけても美味しいんだって。だからおすすめって言ってた。それだ。でもなかなかドープな粉ですね。何にかければいいの？てかスパイスって料理のどのタイミングでスパイスするの？わかんないんだけど、僕料理しないから。作るとき？なんか料理ってか、僕キノコとか食べれないキノコにかけたりするわけよ、粉を。そしたら食べれるようになるの。キノコだの粉だの、きな粉かもう分かんなくなって。でもこれどうやって使うの？スパイスおじさん、これどうしたらいい？僕汁が好きだから、汁に入れていいのかな、作る時に入れるのか、食べる直前に入れるのか、どうしたらいいの？変色坊や困っちゃう。スパイスおじさん教えてくれね、スパイスおじさん。スパイスおじさんって X やってないの？やってんだ。ちょっと聞こうかな。リプライしようかな。使い方教えてくれって。でも嬉しい。こんな3つも。行動力早い。やさおだわ。汁に入れたらいいんじゃない？この、こいつら全部。絶対うまいよ。だって汁じゃない。スパイスおじさんが言うぐらいだから。相当うまいでしょ。めっちゃ嬉しいんだけど、なんかもう取り寄せもできづらいみたいに言ってた。結構購入困難って言ってたよ、どれも。なんか売れすぎてて、なんかブツブツ言ってた。そのもうなんか売れちゃってて、なんか購入できなくなっちゃってんだよねって。で僕が、もうじゃあ伊集院さんも購入あんまできないんですかって言ったら、困ってるんだよねって言ってた。何ここにある、優しい、嬉しい、こんな貴重な粉を。ありがとうございます。てか、深夜ラジオやってんの知ってくれてんだね。今日来るって分かってるってことでしょ？すごっ！嬉しい！だってラジオといえばみたいなさ、すごい人でしょ？嬉しいな。でもめっちゃ優しい。優しかった。なんかカバオくんみたいだった。なんかずっとカバみたいに喋ってて可愛かった。嬉しいです、伊集院さん。ありがとう。また会ったら。で、その前回共演した時のことも喋ってくれてたし、マジ優しい、本当に。なので、こちらで、じゃあ次回、何か食べますか？スパイス使って、この料理を。ありがとうございます。まあね、じゃあ今日はもう行っちゃいますよ。行っちゃいます。始めに行くぜ。今週も始めていくよ。泣きたい夜をちょっとだけ楽にするスパイス、アナのオールナイトニッポンゼロ。今の何？なんだ今の、ダッセーなーっていう、まあ、言う前ほんと照れちゃったわ。なんでこんなこと言わす。泣きたい夜をちょっとだけ楽にするスパイス。いや、はずいはずい、ダサい。なんだ今の。僕が言った？僕言ってないんだけど。僕言った？もう言ってないよね。言ってないことにしよう。なんなん、変色坊やが言ったんだよね。はず、寿司ラーメンが言ったんじゃない？寿司ラーメンリックさんが言ったんだよ。ということで、まあ始めます。スペシャルウィークです。いや、来ました、スペシャルウィーク。このラジオではどんなことをするのかなのですが、我々はラジオ業界を巻き込む大きな渦に入り込んでしまったのかもしれません。これが最後のスペシャルウィークになることでしょう。美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない。いや、もういいわこれ。毎週毎週こう何回やら
だよこのくだり。もういいね、さすがにね、これね長いから。はい、この後ベッキーさんが来てくれます。いやなんかね、まあ説明一応しときますか。別班最大の敵、テントの首謀者、緑の魔術師のゴンベキであることが確定してるベッキーさんに全ての真実を今夜ここで喋ってもらいます。はい、僕は無事で入れれるでしょうか今日ね。怖いけども、今日ちゃんとねラジコに一部過激な性媒シーンが一部過激な制裁シーンが含まれていますって注意書きあるでな、あるじゃろな。そう、6話とかにあったやつ、あのビバの制裁シーン、なんかちょっと過激なねシーンが ある回に流れたやつですよ。まあこの回でもね、まあ、綺麗なあの音楽流してちょっとそんなこともあるかもしれません。何度かお世話になってるあの音に。ということで2週にわたってお知らせしている通り、ビバン見てない人は楽しいとは言い難い放送になってます。今夜はビバンを見てない層に配慮がないということを文句言うチンギスリスナーの存在も脅威に感じております。はい、ちょっとね地味にそこは脅威を感じつつありますが、チンギスリスナーは放送が自分の知ってること喋ってくれないとハッシュタグつけて切れてくるからさハッシュタグをつけてわざわざ切れる？わざわざ検索しやすくするやつね、ハッシュタグつけて、もう見てもらいたくてしょうがないということだから、もうわざわざハッシュタグ？ハッシュタグか、ハッシュタグつけないでください、言うのは勝手ですけどハッシュタグをつけてきてんな、ちょっとね、ちょっとやめよう、香ばしいからやめましょう。ハッシュタグをつけずにお願いしますハッシュタグはねまあ最初はねビバンだけど、後半は普通にチンギスなトークもしていくと思うのであのね、チンギスっていうね、あのもうビバンは、まあ、ビバンはビバンなんで最初は多分まあけど、普通の部分はもうチンギスタイムということで、チンギスタイムもあるのでご安心を。それまでバルカの星空を眺めててください、よろしゅう。もうよくわかんないんだけど、ね、バルカの星空眺めるって何を言ってんのハッシュタグつけないで、とにかくハッシュタグだけはハッシュタグつけて文句のないよ、もうナンセンスですよ。まあ、チンギスたちも楽しめるようにもしてるので、そしてチンギスたちも楽しめるお知らせもあるということです。日本放送の舞台、あの夜で会えたら、はい。下手。話題が変わるとこ下手くそすぎる。チンギスたちも楽しめるお知らせです。日本放送の舞台、あの夜で会えたら大好評の中、急だな、おい。あの、チンギスの舞台？チンギスの舞台じゃないよ。あの夜で会えたらという舞台が大好評の中、10月14日土曜日、15日日曜の 2days 完走したようです。ご覧いただいた方もね、いらっしゃると思いますが、僕も映像に出演しておりました。映像出演しちゃってました。なんかね、なんかよくわからないまま撮影をして、今もよくわかってないまま終わっていました。本当にねよくわかんなかった。知らない人へのコメントくださいみたいな言われて、スタッフもなんか知らない人だし、カメラ目の前にドンって置かれて、はいじゃあよろしくお願いしますとか言って、知らない人に僕が喋るっていうね、うん、しかも一発撮りでした。僕もう本当にすごいよ、すごいな、なんかよくわかんない舞台謎の舞台はよくわかるか、まあでもあそこら辺のねあれはあれですけど、僕の VTR が初日一受けだったという噂が SNS を駆け回ってます。そうなの？そうなんか、あのよくわかんないコメントで本当になんかやったぜなんかやったぜ、受けてたらしい、日本ラッキー日本見次第でね決勝もあるって言われてた。はい、
ぐらい一受けだったよ。キングオブコントみたいな。ラブレターズかあのの VTR かという感じでしたけど。ということでね、本番は終了しましたが、配信アーカイブはまだまだご覧いただけます。配信チケット4500円、配信アーカイブ期間は17月5日日曜23時59分までとなっております。僕が出たなんと用の方です。詳しくは公演のホームページや X をチェックしてください。見ようかな。僕も、せっかく自分がね、出演してるからね。どうなってるかね。見てしまいそうですわ。見ない方がいい。見てしまいそう。なんか、この感じだと。皆さんチェックしてください。はい、さて、生放送ですので、番組ではラジオを聴いている方からもメールで参加してもらいたいと思います。リアクション感想メールをお待ちしています。受付メールアドレスは、ano@allnightnippon.com、ano@allnightnippon.com、ano で ano です。X は ano.ann0 でたくさんつぶやいてください。さて、この番組はライブ配信アプリの17でも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。この後ベッキーさん生登場。お前ら生きて帰るぞ。ここで一曲、先ほど配信リリースされました、今日そして夜8時に MV も公開されます、あので涙くん今日もおはよう。
日本放送をキーステーションで全国ネットで放送中、アナのオールナイトニッポンゼロ。人気タレントベッキーの X アカウントをフォローするも、つまんないという理由で即ミュートしたあの。それが本人に伝わってしまい、あのはベッキーから共演 NG を出されてしまう。この事態を重く受け止めたあのは、ベッキーのさまざまな活動を調査したのだ。でもベッキーの X のさ表記、なんでベッキーイなんだろうね。ちなみに YouTube は全部大文字のベッキーイ半角何でも LINE どんな名前かな、漢字とかなんじゃない、もう別版の別にF みたいな。芸能活動の中で無数に名義を変えているベッキーは、陸上自衛隊の秘密情報部隊、通称別版の疑いが浮上。確信に迫ったと思われるあのだったが、どういうわけだかあのも別班である疑惑をかけられることに。違う、別班じゃない、僕は出てくるな出てくるな。ベッキーは別班、あのも別班。ここまではビバン最終回直後の放送丸出しムードでお届けしていたよくある深夜の生放送。しかしそれはとある一通のメールで一変することになる。ラジオネーム金のペンギンさん。ベッキーのスレッズ見てきたのですが、最新の投稿がベキ丸でしたベキ丸？ベッキーは別班ではなく、別班最大の敵テントの首謀者、緑の魔術師ノゴーンベキであることが確定。次々と明らかになるベッキーと緑の関係性。そしてラジオネームコールマンさん。ベッキーさんがかつて絵本を出版しています。タイトルがビヨンでした。怖。20年前にビバンみたいな絵本を出版していたベッキー、そしてそれに芸能界で唯一気づいたあの。確定のゴーンのマジビバン。20年前からひた隠しにされ続けたベキの真の目的、そしてあのを共演 NG にした本当の理由とは。あのの運命に迫る大冒険のスペシャルウィークが今幕を開ける。ってことなんですけど、本日のゲスト、緑の魔術師のゴンベキさんです。どうもんなゴンベキでーすもうなんか疲れたんだけど3分ぐらいあったかな。今の長えよ、うん、そこ頑張るとこじゃないからちょっと本物風のなんかナレーションの人呼んでんじゃないよじゃあね、赤飯食べますか早速。いいじゃなくて、本当に今日はベッキーさんに全てを喋ってもらいたいので。何なの。いやもう本当になんかごめんなさい、逆に今までこうね気づけなくて。いや本当にあの気づけた私は別に気づいてほしかったわけじゃないし。いやもう本当いいんです、その。いやいいの、もうごめんなさい、はっきり言いたくないの分かるんですけど、あのいやそうじゃなくていい機会だと思いますし。いや、あのね、私をおもちゃにしすぎなんだよねまあまあの芸歴あるんだけど。いやおもちゃとかじゃなくて、まあ、大真面目で本当に僕助けたいんです。はい、このスタンスでいけるかな。いやもう時間いけるかな。ちょっと本当にもう、あ待って、服が緑だあタレントすぎるこの人これは私マジで間違えたと思った。やばいよね。いじって感強いけど、これは本当に違うの。違うの、本当に違う。本当、じゃあいじってとか、もちろんまたまたタレントが過ぎる。うん、いじってほしいとかで来てないのは分かるの。その、あの、ね、SOS なのもですよ。いや、SOS って何の SOS なわけ。でも、バルカからね、日本にいつ来たんですか。いや、だからちょっと待って。このスタンスでいけるかな、私。いや、まずは、あの、バルカの人じゃないのね、日本で生まれたからあーなるほどなるほど、そう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 いう感じですね。
生まれは？あの川崎生まれなの。また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 。またまたじゃなくて本当に川崎で生まれて川崎で育った、うん、あのバラエティタレントのベッキーなんですよね。え、はい、お父さんが？イギリス人。うん？いやいや今日は本当腹割ってその。本当いい機会だと思って。いやいい機会って別になんかそれだとさ私が本当に言いたかったみたいな感じになっちゃうけど。じゃあなんですけど、うん、じゃあなんで来てくれたんですか。いやいやいや呼ばれたからだよ正式な仕事のオファーが来たから。いやいや別に私このラジオを機に楽になりたいんですとかじゃないから。ですからこんな後輩にもねこんな深夜にタコいじりされて深夜に呼び出されて来るってことは相当、うん、もう求めてるんですよ。もう解放するところを。普通にオファーが来たの事務所に。いやだって断れるじゃないですかベッキーさんからすると。いやマジで断りたかったけど一回フワちゃんの方のオールナイトニッポン出てるから、うんうん、もう断れないんだよね、うん、本当は子育てとか理由にして断りたかったけどマジのオファー来ちゃったから、うん、いやでも本当にあの、うん、もうこれ正直僕のオールナイトニッポンゼロで、うんちょっとさ、人いじりとかわかるんですけど、何週間にわたってずっとこの話題で持ちきりなんですよ。いや、知ってる。そう。日本でここだけでまだビバンで盛り上がってる。いや、本当に。もうとっくにもみんなも下克上球場とかのなんか新しいドラマの方とか言ってんのに。ただ、いや本当にだから数週間前にこのラジオでそのベッキーさんが緑の魔術師のゴンベッキーなんじゃないかっていう疑惑が浮上してなんかまあビバンの話題だけだったらもうやってないですよそりゃ今ね。けどあるだからその浮上噂が浮上して証拠が出てきちゃったんですよ。証拠じゃね。いっぱい違う本当いっぱい証拠出てきて。じゃあ何よ。はいはいはい。だからちゃんとあのちゃんと処理するよ処理。ちゃんとしていかなきゃなっていうので、うん、はい、はいはい、まず2010年、はい、7月20日にエメラルドリリース。はい。これなぜエメラルド選んだんですか。いや普通になんかダラララララっていうメロディーがもうエメラルドに聞こえたんで普通にリリースしたんです。いやなぜ。えあのさんどう思うんですか。逆に何だと思うんですかこれは。えこのあのえ作曲もされてるってことですか。作詞は私ですね。あそういうことか、はい、なんか別にブルーとかレッドとかでもいいじゃんその。いやでもエメラルドなんでブルーだとちょっとジムが。でも色にするってちょっと別にね色じゃなくてもね。うん、いやだからエメラルド、いやなんか宝石とこの色味がなんか緑の感じも好きだし瞳もなんか緑っぽいし、うん、じゃあまだあるんですよ、うんうん、2011年3月2日歌手のグリーンさんとコラボ、はい、緑だ緑続いてるわ。でこれ1年ごとだからこの時期緑になんか執着がある、うん、いや何なの何があったんだろう。おかしいでしょドラマが始まる何年も前にこういう。いや違うの違うの普通にだから怪しいんですよ。全部オファーが来たから普通に引き受けて。なんでグリーンさんなんですか。いやあちらからお話いただいたんで私がまずグリーンを選ぶわけないし。いや失礼すぎる。そういう立場じゃないし私なんかのオファー受けてくれるわけないし、なんで。いや困るな。バルカに緑を持ってきたかったんじゃないですか。バルカに緑を持ってくってなんだよもう。いやもう怪しい。もう遊びすぎだろ私で。緑続きで本当に緑の魔術師ね。緑の魔術師。違う違う違う、まあ、あとねスレッズに。もういい。もう終わるよスレッ。これ確信犯ですよ。スレッズにベキって投稿してた、うん、チェックメイトです。チェックメイトかこれ。違う違う違う普通になんかドラマ見てていやちょっと私もベキだしなんかあベッキーとベキだねベキだしって言いましたね。私もベキだしってじゃあベッキー私はツと あの伸ばし棒があるからベッキーです、ね、そうそうそうドラマはベキーで私はベッキーでし、はい、あなんか似てるな面白いなと思ってちょっとポロってつぶやいただけよ。深い意味はない。気づいてほしかった本当ごめんなさいよ。悔しいな。あのちゃんが上に立ってる感じがすげえやだよなんか気づいてほしいとかじゃないのよ。いやもうそのねなんか SOS は僕は本当に忠実にキャッチしてるつもりなんで何カウンセラーなのあのちゃんのカウンセリングの時間なのこれは。何ですか。あとはまあ SNS の問題、はい、名義が多すぎるのが怪しい、うん、怪しい。
いやこれは別に大したあれじゃないですよ。なんであのシンプルなベッキーじゃないんですか。あ確かに全部変わってんだよね名前がね。そう、それぞれの由来をねちょっと知りたいです。 X はまずベッキーイ、なんだよベッキーイって。もう僕ベッキーイのがなんか馴染んでますもん。本当、うん、伸ばし棒より、うん、これマジで言うと、はい、あの普通の今までのゲームのベッキー、伸ばし棒のベッキーあるじゃん、うん、画数が激悪なんだよね。画数、そう、はいはいはい、画数っていうのがあんの。10画だとなんかあんま良くないよみたいなのがあんの。へー、だからせめて X 上では運気良くしたいと思って勝手に事務所に内緒でイをでっかくしたの。ベッキーイ、ベッキーイにしたの。カルトをね更新進行してらっしゃってちょっと怖いですね。カルトじゃねえ、あるんだって。なるほどなるほど、画数とか運気とかってあるんだよ。YouTube のベツキーイとかも、そう、これもさらにあのいい画数にしてる。いやマジか。そうなの、びっくりマークをさらにつけるともっといい運気になると思って。なるほど、つけて。そう、もう全部か。クラブハウスのベツキーベッ、別キー別って言ってるけど、もうねクラブハウスに関してはもう覚えてない。なんでこの隙間空いてんのってそうなんだよな。やってないでしょ。だってクラブハウスに関してはやってないです。古すぎて、もう全然覚えてないよ昔の私のこと。ドベッキーハッシュタグ音符タグ音符音符略すな。音符タグは何ですで、略せてもない。これシャープだあれハッシュタグじゃないの。違うよ、ベッキー音符シャープってその時期はすごいあのいじられてたんだけど、で、うん、音符シャープも言わなくていいの。音符シャープってつくけど、うん、ベッキーって呼んでくださいっていうなんか、音楽活動してたのよ必死に。ハッシュタグってあの最初につけるんですよ。知ってるよ知ってるよ、もう現代っ子。ベッキーの前にハッシュタグつけないと意味ないですよ。いや意味ないって、別にあのキーワードにしてほしくてこうしたわけじゃないの。これもあの運気を良くして怖いよほら。その時池袋のさあのなんかスナックに通ってて、その、うん、そこのママがシャープつけた方がいいと思う、なんか上がってく感じがするって言って、適当だよ絶対。適当かい。そうだ、全然そういうのダメですよ。ああもういい、もう本当にもうもういいんじゃないこの会話。まだするなんかあんの。こんなに名義がたくさんあるってことはね、パスポートいくつ所持してるのか。もう分かった、じゃあもうそっちでいいか。私はパスポート2つあります。2つ、はい、それは何に大丈夫ですか、何に使うんですか。日本とバルカです。うん、やはり、はい、バルカ、やっぱそっちで行かないでください。もう難しい立ち位置え、そっちで立ち位置難しい。あ、じゃあおもちゃに、おもちゃにされたことあんまないからさ、分かんないの、どっちの立ち位置がいいか。ちょそのアディダスジャージどっちがいいの。私そのヘラヘラしたディレクターさ教えてくれよ、どっちの立ち位置がいいんだもん今日は。いやいや、そっちじゃないそっちじゃないの。はい、もういい疲れる。まあでも過去の経歴が本当なのかとかも、うん、これを機にね確認していけたらと思うんで。 OK。 14歳の時に芸能活動をね開始されてますけども、うんうん、その14歳までのデータが一切存在しないっていうのはもうどんな風に過ごしてたんですか。あのさ、当たり前じゃん、芸能活動始める前のデータ逆にあんの。あのちゃんの芸能活動始まる前のデータ私たち知らないし、うんうんうん、あるわけないじゃん、普通に暮らしてたんだから。いやあります、はい、いやいや普通にあるんですよ。普通に川崎で過ごしてました。もうねその、うん、言ってください、本当に何でも14歳もマジ生まれてからの話をしてください。今ここでそういう番組じゃないじゃん。あの結構公開してるんですか、学校とか、その行ってた学校とか。なんか僕が見たのはアジア大学経営学部卒業みたいな、うん、そうそれは本当、本当に在籍してましたか、うん、いや本当に在籍してました。そこは経歴詐称してないし、ミニタリースクール発音よく言ってんじゃないよ。本当ですか。いや本当です、本当だし、この会話もう本当ですか本当ですで終わるのよ。それ以上広がらない。であなたもさっきから楽になってくださいって言うから、うんうん、一回乗ってみた。そしたら、うん、ディレクターからいやそっちじゃないですみたいな。難しいって、芸能界にこんな難しいとこあった。マジ息苦しいわこの現場。
だから2年前にあのサンミュージックさんにいたと思うんですけど、そうだよ、そのそこからゲートっていう事務所にね移籍そうだよしたのですが、うんうん、これは本当に存在する事務所ですか？だから本当です。あのさ、聞かれた質問全部本当ですで終わんのよ。いやいやいや、もうだからなんかさ、その、うん、言ってください本当のことを。だから言ってくださいって言うから乗っかってみたら。じゃあちょっとあの、はい、ど本当のとこはどうですか？本当はちょっと待って、本当はバルカにいました。いやそっちはやめてください。だからさ、あ、もうむずいむずい、正解。ちょっとなんか作家さんとかいないのこの番組マジで。あ、君でしょ、書いて書いて、今からこのこの後の流れ書いて。無理。のオールナイトニッポンゼロ、オールナイトニッポンゼロやってるよ。深夜3時は人間の喋る時間じゃない、パーソナリティもリスナーもどうかしてる。人間の生活を捨てている、あのちゃんあのちゃん、朝日と共に寝る、それは摂理と反する行為と言える。はい、アナのオールナイトニッポンゼロ、アナちゃん、アナです。ゲストは引き続きベッキーさんです。あ、すいにてくれた、どうもベッキーです。はい、じゃあ、はい、メール読む、はい、ラジオネーム魔法の言葉ウンバブさん。ベッキーさん、緑の服着ていじってほしいわけではないわ、無理がありすぎですよ。そうだよね。しかもこの前 X で私が緑の服を着てどうもノゴンベッキーですっていうのどうかな、ウケるかなと投稿していましたよね。まんま実行してるじゃないですか。もう一度お聞きしますよ、緑の服着てきたのはたまたまですか。やば、え、そんなこと投稿してたの。してた、やばい、有言実行すぎて超恥ずかしい。
僕ミュートしてるから全然見てない。さすがにもう解除してると思ったよ。マジで本当失礼だよね。本当に思うんだけど。本当に。いやもういい、あなたは生まれ持った性格だから、あなたはしょうがないとする。マネージャー、私はマネージャーを叱りたいね、本当にもう。いや本当に緑のトレーナーで違う違う、なんかいっぱい洋服あって、私断捨離したい人間なのね。でなんかベッキーだからこれ買ったんだけど、ベッキーが B 着てるってダサいじゃん、でもこれ早く捨てたいなと思ったの。でもなんかせっかく着るんだったら映像に残してから捨てたいなと思って、あ今日17あるし、B って書いてあって、あ今日着て捨てようって思ってたの、でたまたま緑だっただけで、本当にもう恥ずかしい。そこまであのタレント精神強くないです、大丈夫、恥ずかしい。理由がキショイっていう。お前いくつだ、マジで。お前いくつだ、お前って言わせてもらおう。許さないだ。あ、年齢言っちゃいけないんだ。あ、めんどくさいタレント。そのやり方きしょ。うわ、年齢格好きしょ。マジ。年上かもよ、僕のが。え、ごめん、滑舌悪くて何か分かんない。年上かもしれないですよ、いや、絶対年下だよ。こんな生意気な。緑の B を着てる。でもこれ実行できてよかったですね。恥ずかしい、これ。てかこのツイートに関しては若槻千奈ちゃんにあれ滑ってましたよ、言われて。言われてんじゃないですか。言われてんだよもう。でもとっても似合ってます、嘘つけ、ね、本当似合ってます。あのさ、最後にそれ言えばいいと思ってるでしょ。本当に似合ってる。この間もなんか共演した後に DM で、いやでもベッキーさん本当に綺麗で面白くてって来て、あ何、私をこけ下ろしといて最後に褒めれば OK だってなんか思ってる感じがね、悔しいんだよ。いやいや、僕本心ですから。で私もあのちゃんに綺麗って言われてまんまと喜んじゃった。恥ずかしい。綺麗でもさ、ベッキーさんマジで綺麗です。え、だってあの変わらないじゃないですか。マジ、これはマジ。あ、やった。本当に嘘つかないもんね。嘘、そうなの、嘘つかないんですよ僕。じゃあそれは本当なんだね。それは伝えなきゃと思いました、実物見て。でも私の X はミュートしてます。うわ地獄。まあでもね、僕共演 NG なんされてるのでね。そうそうそう、はい、ラジオネーム、はい、ずっと春休みでいいのにさん、はい、ベッキーさんの出身地である川崎といえば、うん、ラゾーナ川崎が有名ですが、うん、ラゾーナは絆を意味するラゾと地域を意味するゾーナのを合わせた言葉だそうです。絆の地域、これもう家族のようなメンバーで構成されたテントの本拠地じゃないですか。え、新事実、新事実だ、本当に。ラゾーナ川崎がじゃあテントってことね。テントだ。ああ、テントか、そうだね、テントが。じゃあもう、じゃあそこに行けばニノに会えるんだね。ニノに会えますよ。これぐらいでいい、これぐらいのあしらい方でいいの。認める気になりましたか。え、認める気になりましたか。だから認めたら認めたでそっちじゃないっていうしさ、わかんない、もう、そうだねっていう。そうだね、投げやり、そうだねでいいね。うん、はい、次のメールは。もうないね。もうないですよ、もうないのね、はい。あれもね、ほんと20年前にビアンっていう本、うん、絵本出版したことについて、これがでも正直一番震えてるんですよ僕。やばいね、これはちょっと私もあのネットで見て、あ、すげえ。すごいよこれ。そう、ここまではぶっちゃけ深夜ラジオのノリだったり、まあ、うん、確かに否定したくなる気持ちはわかるんですけど、うん、これが出ちゃったらもう否定できないですよ。じゃあもう言いましょう、あれはもう伏線です、ビバンの伏線です。いや、そっちはやめてください。違う、本当にもうやりづらいんで本当。いや、それで言うと私はずっとやりづらいわけ。いやでも何週も前からやりづらいわけ。 まだやめて、もうちょいやめよ、ま、じゃあ違います、普通に出した絵本です。だからその名前どころか、うん、あのね、内容もほぼビバンだったっていう。いや、てか私もう内容覚えてないもん、自分で書いたけど。どういう内容なの、読んだの。お、絵本あります、ここに。ウケる。ほら、実物が。見た、これあの現物、日本で最後の一冊を入手入手しました。なことないよ、ブックオフにはあるよ。サブブルーウォーカーが入手しました。そうなんだ、どういう内容だっけこれは。だからなんだっけ、あらすじ、ね、すごいんですよ。ほぼお父さんとお母さんを探しに行くって。ビバンじゃん。そうなんですよ、絵と作ベッキーでしょ。ビバンじゃん。いやだから10年前ぐらいからやってる。20年前か、すごい分かってたんだね。20年前だからすごいですね。読んでみてこれ。軽く言うな。え、すごい。
って絵本出してんのがすごいですね。20年前って芸歴長くない？そうだよ、今年25周年だからって。すごい長いんだよ。素晴らしい。うやばいうやばいおもちゃにするな。そんな大先輩を呼び出して、もう欲しになったお父さんとお母さん探してんじゃん。すごいじゃん。恐怖の絵本だよこれ。恐怖聞こえが悪いな。何歳の時に書いたんですか？だから20年前だから20歳。すごい。すごいね。絵もね、絵も可愛いですけど。ありがとう、ちゃんと自分で描いたよ。これはなんでそんな余白を用意したのかですよね。私も思ったの、久々に見たけどちょっとチープだよね、なんかこれ。なんでこんなに余白があんのかがドカーンって。表紙がね、確かにちょっと見せてあげてください。こうだけど、このちっちゃいんですよ、はい、白い部分が多くて、うん、キャラはね、これ何ですか？ビアンです。この子がビアンです。これもよ、ね、笑ってるよね鼻で笑ってるよね。何ですかさ、持ってるの？リンゴ持ってます。へで、頭の あの帽子の中になんかイモムシの相棒がいます。20歳。モチーフ何ですか？いや、わかんない。だからなんか何とも言えない、カバでもない、みんなが知ってる動物でもない不思議な妖精みたいなものを描きたくて描いたんですけど。バカにしてます？してないですよ。本当ですか？だからその伏線というか、そのビアンが結局何なんだろうってとこが、うん、やっぱリスナーも気になってると思うんで、なんでビアンになったっていう。それがさ、あのさ、20年前のことだからマジで。あ、じゃあここ乗っかるところか。これはビバンのことなんです。全然やめてください。もう全然やめてほしい。違う、全然もうさ、わかんない。行方不明です。芸能界で初めて25周年行方不明です私。だってビアンはその違うでしょ。本当のこと、本当の理由があるでしょうが。いや、本当の理由は、いやマジで覚えてない。あ、じゃああれですよ。だから本当の伏線、このね、20年前にビアンっていう本を出しました、はい、多分この時5歳だった子が今20年経って25歳ぐらいになってますよね、うんうん、ビバンっていうドラマ、うん、楽しみますよね、うん、そういう壮大なストーリーを私は描いてたんです。はい、 SE ビバンの、うんうん、違うな。違う、もうわかんない苦しい。ちょっと待って、私ほんとネガティブ芸能人だから、帰り道へこむよ。こんな手応えのない仕事してるから。ベッキーさん意外とネガティブ芸能人なんですよ。いや、そうなんだよ本当に。僕一緒に共演した時、ね、ネガティブ枠で。そうなんだよね、ポジティブに見せてたけど、あ、私違うなと思って、はい、でもまあ本当にこのね、うん、だ、まあ、ビアンは、うん、まあ、だから適色ないってことは、うん、分かってたってことか、こうなることが。いや違う、どっちで言う、前もそうですよね。たかしくんだっけ。たかしくん教えて。そうなんですよ皆さん。あ、じゃあもうそうです、確定。確定ってことでいいですか？じゃあちょっとね、そうです、確定です。確定ですわ。帰っていい？いや、わかんない、リスナーのみんなに聞こう。私どっちで行けばいい？ハッシュタグでみんなつぶやいて、確定。もう、じゃあ、はい、これにて確定。そりゃそう。
女子大生シンガーアヌチャムのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ。誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが、オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でも楽しんでくるめんす。アヌのオールナイトニッポンゼロ。アヌです。ゲストは引き続きベキさんです。ベキです、はい、確定したので、はい、ここで一旦チンギスタイムにします。やったー、2番の下り終わった、はい、長かったー。30分もよく持ったよねー。まあでもちょっとまあ共演 NG の件もねあるので、うん、どうします、共演 NG の件。いやもう別にこんな大事になると思わなかったんだけどねまあ改めてだからどういう流れだったかというと、なんで NG になったんだっけ。え、そうだ、僕があのあれです、あのちゃんの全然電波で、その佐々木っていうあのキャラクターに、うん、最近フォローした芸能人は誰、うん、って言われたから、あのイラストでベッキーさんを描いてそうベッキーさんフォローしましたって。でなんかフォローしたけ、共演したからフォローしたけど、あのミュートしたってそう、その理由はでね、しょうもないからみたいなのを言ってたんだけど、うん、なんかバレたバレるわバレた、なんでバレた。いや普通にネットニュースになってたもん。そうだそうだ、なんかどっちだっけな、あそう、なんかあのちゃんがフォローした芸能人はみたいな、ポジティブな方で、うん、なんかニュースになってて、うん、えマジと思って、うん、TVer で見よう、あの記事はちゃんと読まないで、うん、まず TVer でちゃんと流れを見ようと思ったら、うん、しょうもないからとか言ってしょうもないからミュートしたみたいな大したことつぶやかねえな、へーみたいな、あの佐々木が普通にフォローしてたからねそんなことないってみたいなガクンみたいな、だよこれと思って。あの番組見ちゃダメなんですよ。あ、そうなの。あの番組は記事見てもいいぐらいのそうなんだそうで、バリバラで、Eテレのバリバラで共演して、で怖かったわけ、どんな感じで、はい、どんな感じで来んのかなと思ったら、なんかちょっとネタにできたじゃん、あのすいませんなんか、うんうん、ミュートしちゃったみたいなこと言って、うん、あ全然何がつまんないだよみたいなやり取りできたから、うんうん、あちゃんと笑いにできる人なんだと思って、うん、私も X でもう共演 NG なのになんか隣の席だったみたいなつぶやいたら結構マジで怒るあのちゃんのファンとかいて、ベッキーひどいこんなこと言ってるみたいな、冗談でやったのにみたいな、ネガティブだから私も動揺しちゃって、いや気にしないでください、それ分からないバカが言ってるだけなんでそれは。そしたら謎に南川さんもなんかそうだ一気に冷めたとか言って、そこの対立も生まれてもなんか私損しかしてないみたいないやだから NG、まあ、まあ今のところされてる中で、まあラジオは、うん、ご好意なんかわかんないですけど、まあちょっとねそれこそ SOS をね救ってもらおうみたいな気持ちで多分出てくれたと思うんですけどまたそこに戻った。だからその後ですよ、どうしますかねって今後、僕は今ベッキーさんに NG もらってるんで、うん、今日のラジオのあれでき次第って感じですか。そのそうだね、てかまあ正直共演 NG もこれ冗談でやってたやつだから別にあの話題になってよかったんですけど、うん、今日のあのビバンの下りがあって、うん、マジで NG 出したいなって思ってますあの正式に NG をこれで出したいですね。もう本当にさっきの30分間苦しかったですそうですよね、本当にラジコにもあげないでほしいし、もう17のデータも抹消してほしい、上がります。本当に本当にやめていただきたい、本当に上がります。1対1はもうやめようよ、だからそうですね、うん、じゃあもう上田さんとか腕がある MC がいる時だけ共演。そうですよ、うん、以前だから上田さんの番組で初めてか、初めて出会って、うん、ネガティブ芸能人大集合みたいな、そうそうそう、いやその時も本当にねなんか助けてくださって、優しかったでしょ、めっちゃ優しくて、私もあの時にあなんか通じするものあるなと思って、うん、あ仲良くなれんじゃないかなと思ったらミュートしてやがった違うんですよ、だからそのベッキーさんってめっちゃ面白いし、面白いんですよ本当にあさっきから前髪気にしてるのがすごい、ね、目に入るのなんか前髪がだから切れよ昨日切ったばっかなの、もっと切れだから入んなかったんだから坊主、坊主ね、坊主までしなくていい。でもまあほんと上田さんの番組の時も面白くて、てかまあ昔からバラエティで活躍してらっしゃるから面白いし、まあお綺麗だし、うん、知ってます、めっちゃ見てたから、そうなんだ、だからほんとこんな変わらずずっと面白くて綺麗っていうのが本当にすっごいってなって、で僕もその時ちょっと
なんか太陽を押し付けて、うん、してきて本当嫌ですみたいな感じでやって、なんかそれにもすごく面白い反応してくれて、面白かったからフォローしたんですよツイッターを。そしたら別人って別人ってぐらいくだらないことしか、まあみんなくだらないんですけど群を抜いてくだらなかったっていう。いやでも私正直自分のそのツイッター X は別に自信あったの、うん、私まあまあ面白いことつぶやけてるあの自信がマジであったの。なんで？え、誰も言ってくんないけど私なんかセンスのあることつぶやいてんなって思ってた、マジで思ってたんだけど、あのあのちゃんのそのミュートしたっていう記事を読んで、あのちゃんフィルターでねちょっと見てみたら、え、マジで私のツイッター面白くないと思ってちょっと目が覚めたの。ああ、そうだからありがとうね、教えてくれてありがとう。いい機会だったってことですね。そうだからといってそっちが上に立つのはすげえやだけど、うん、うん、でもどこでずれたんだろうその感覚が。でもいいんじゃないの、そういうさらっとなんかつぶやく。まあそうですそうです。じゃあ逆にあのちゃんが思う面白いツイッター誰なのよ。いやなんか面白いっていうか、もう本来あの X とかツイッターくだらなくていいと思うし、僕もくだらないんですけど、ちょっと群抜きすぎてその本当に朝なんか起きて独り言言うレベルのやつってですか、うん、こうなんか電波に乗せるほどじゃないみたいな感じがあって、悔しいよすげえ年下に怒られて。分かった、じゃあこれから面白くする。いや面白くなくていいんです別に。だから面白くないぐらいのちょうどいいやつつぶやいてたのに、おもんないって言われて、大したことねえって言われてマジ芸能界難しい、もうやめたのかな本当に。もいやでもだからタレントベッキーさんめっちゃ面白いんで本当に。そっちは大丈夫なのね。そっち本当に僕 X だけがあれなのね。だからなんか SNS やめた方がいいんですよやべえ。ぐさぐさぐさ血だらけだ今日は。本当でもあのベッキーさん面白いってことだけは今日は僕それだけですよ僕今日言いたいのは。それだけかそれ言えばいいって思ってない。そんなことない本当に。みんなも思ってたもん、リスナーもやっぱバラエティーの、僕バラエティーがあんまり得意じゃないって言ったら得意じゃない方なんですよ。すごいね、でもそれはすごいね。ちょっと真面目な話になるけど、めちゃめちゃスターじゃん。じゃないんですよ、バラエティスターじゃん今。じゃない、あ、何神なんかその僕から見たら本当、まあ、大先輩って名もあるし、なんかなんでドシンとしてる、うん、なんか何言われてもすぐ、今日もだけどずっと大きい声でこうベラベラ言うじゃないですかあのさ選ぶワードがさむずい。ワードなんだっけ、私のこと嫌いな人なの。大好き。ワードなんだっけ、ワードがちょっとむず、うん、僕ちょっとそうだ、ね、語彙力がない。それは思うよ、それですからその、うん、だけどその達者、その、うん、それが僕にはないというかすごいなと思って。いやそれは逆に言うと私本当に、私ドーンって構えられないし、あたふたして最近バラエティやってるからさ、それはすっごい嬉しい。全然感じないです。そうなの。上田のあの女の吠える夜もやっぱすごかったです、ダントツで。やっぱあの回はでもちょっとだけうまくいった回で、それ以外の収録は結構へこんで帰ってる。こないだもなんかうまくいかなかったし。どういう時うまくいかないと思うんですか。なんかさ、バラエティの収録中ってなんかいつもより、あ、お客さんの声がと、うん、あの1個前の人よりなんかちょっと笑い声少なかったとか思った感じと違うみたいな。多分シミュレーションでめっちゃウケるのを想定して言っちゃってるから、笑い声少ない、私はやっぱダメなんだみたいな感じで。ストイックなんだ笑いに対して。そうなのかな。昔からそうなんですか。昔からそう、もうバラエティの帰り道が楽しかったことあんまないもん。意外。へこむ。いやー僕はその笑い取れなかったっていうよりかは、なんかうまく喋れなかったとかなっちゃう。なんかあ、人傷つけたとかなります。傷つけてるよ誰が言ってんのって。いや傷つけたりはするんですけど、言葉のチョイスが。いや全然いいんだよ、もうそのままでいてほしい。いやいやいや、私が気になるのはあんたの前髪だけ。前髪ちょっと今さ、ちょっと前髪ないですか。あの前髪、あ、前髪じゃない、あのハサミないですか。今切りたいんだけど。その美容院行くといつも前髪がと
本番中だけど切っていい？切ってほしい。3本だけすっごい気になるんだけど。そうなの、僕もこれ早くなくなってほしい。私切ったけどハサミないの。ここハサミ持ってきてください。ちょっと誰か持ってきてください。マジで邪魔。それから引きちぎってやろうか。ハサミあります。でこれこの番組こんな真面目に喋っちゃっていいの？めっちゃいいです。あ、そうなの。全然あの出川さんの時は真面目に話したんで。あ、そうなの、はい、そういう回もあったりするんだ。全然あります。じゃあもう CM 中に切っちゃう。ほらおいで、おいでおいで、ほら怖くないからおいで。ほら来たアナのオールナイトニッポンゼロ来たね。あ、優しそう、うん、はい、ベッキーです。軽いベッキーさんがいるよ。お邪魔してます。来てくれたよ、うん、ラジオネームメール読む、うん、メール読む、ラジオネームマカオさん、うん、はい、ベッキーさんのツイッターですが、プロフィールのできるだけ湯船には浸かりたい、うん、からして地雷臭がします。うわぐさぐさ、いけないのかよ。え、いいじゃん。これ何プロフィール、あ、書いてんの。そっかそっか。できるだけ湯船に浸かりたい、それなんでですか。なんだろうね、疲れてんだよね。シンプル疲れ、シンプル疲れ、変えましょう。変える。あ、うん、じゃあ面白いプロフィール考えてよ。面白いプロフィール、何だったらいいの。でも僕もあのプロフィールめっちゃ変えるんですけど、つまんないっすよ、言っても人のこと言えない。だからさ、いいじゃん、ねえ、ミュート解除してよ。じゃあ今しますか。じゃあ公開、待って、別に。そうだよ、公開解除。僕でもフォローしてるんですよ。うん、知ってるよ。でもミュートしてんでしょ。じゃあこれ見せていいの。うん、じゃあ画面に。まずミュートするとどんな感じになる。え、でもこうなります。うわ、バツみたいなのになってる。赤く聞きませんってなってるよ。こちらです。はい、赤い、はい、解除解除で、あの固定が星のや止まってみたい。はい、じゃあ解除します。はい、ミュート解除。はい、やったー、解除されました。やったー、すごいです。すごいです。有楽町が拍手に包まれてます。素晴らしい。あ、すごい、なんかちゃんと見てみよう。
ちょっと見てみて。ちゃんとあれですね、あの今日のラジオのことも言ってくれてたんですね。でもう一回グイーンってやってみて、グイーンって最新のつぶやき見て。最新、うん、あ、この時間にまた働くことになるとはな。違う、もっともっと最新の最新グイーン12秒前に私がつぶやいてるから。あのちゃん見てる、だって見てる。やった、ちゃんと解除されたね。ダメだ、ちょっとパトロールするよこれから。だからできるだけ分に疲れたよ、ちょっとね、うん、帰る。どうすればいいのじゃあ。何、僕の、ね、プロフィールは。そうだよ、自分は何なのさ。いや、僕はカタカナです。ユーモア哲学、誰にも会いたくないって。くらくら。あのね、これだから気分で変えるから、多分誰にも会いたくなくて書いたんだと思う。そうなんだ。そっから変え、それ今度一昨日とか変えて。あ、一昨日病んでたでしょ。あらら、何知ってるんですか。なんか思ったよ、スレッズか何か見て病んでた。スレッズ見てる。見てる、スレッズ見、あ、スレッズフォローしてくれてる。あれどうだろう、スレッズ僕フォロー誰してるとか分かんなくて。知ろ、勝手にスレッズの見方が分かんない。あ、そうなんだ。いや、このラジオ来週ベッキーさんゲストですって言って、その数日後になんかあのちゃんのスレッズ見たら、人と会話するのが苦手って書いてある。え、私二人きりでそんなやつのラジオに呼ばれてんのかっていう。地獄じゃねえかこの先と思って。本当だ、スレッズフォローしました。よっしゃ、今日はこれからあのちゃんラジオってスレッズでもやってくれてる。でもさ、多分、でもこの子は多分またね、私をミュートすると思うの。だからミュートするんだったらせめてネタにしてほしい。そのシークレットミュートが一番悲しいから。まあね、そうですよ、ね、うん、だ、まあ、だから言ったのよ。言いました。だからあれなんだかんだ嬉しかったんだよ、でんでん電波で、うん、あのネタにしてくれてると思って。これがネタにじゃしていきます、そのミュートとかして。せめてね、はい、ネガティブなんだからあんま傷つけないでよ。いや、全然大丈夫です。ベッキーさんは言ってもやっぱバラエティ女王ですから。違うんですよ、へこみやすいんですよ本当に。さっきも CM 中2人でね、どの MC が一番優しいどの方が一番傷つかず収録を終えられるみたいなね。どう、ちなみにどうなんですか。でも振り返ると誰でもへこむけど、でも今パッて浮かんだのはやっぱ上田さんは、うん、ちょっと目が鋭い時もあるけど、うん、なんとかわかる、いい方向てか、吠える夜とかさ、絶対全員面白くしてくれるから。そうそうそう、あの番組最高だよね。最高、僕上田さんいると本当安心感やばい。絶対どうにかしてくれるよね、上田さん。マジですげえ。わかるよね、わかります。かか、ね、上田さんはわかります。いや、じゃあ他は苦手な言えるか音でも動画でも残って言えるか。上田さんはやり、内村さんとかやりやすいです。内村さんも優しい し別に普通の会話でいいじゃん。その別に絶対受けろよっていうボールの投げ方じゃないから、うん、もう温かいよね内村さんの現場ね。温かい、その受けろよ、なんか面白いこと言わなきゃいけないっていうのがのなんか空気がやっぱちょっとある苦手だというか、あるよ、ね、そういう MC の方多いか、まあ、当たり前なんですけど。最近見ててもよし、なんか困った、じゃあここはあのちゃんよろしくみたいな振られ方してるから。ちゃあります。あのちゃん結構負担多くないって思う。ちょっとね、心臓がギュッとなります。なるよね、喋るの苦手なんで余計なんかあらわわわってなって解きすぎる本当に。でもちゃんと、でもちゃんと返せてるから、うん、すごいなって思うよ。いや私そんな毎回ホームランじゃん。いやいや、大先輩が言ってくれて嬉しいですよ。いや本当に気持ち悪いか、急にお互いを褒め合ってさっきお互いに気象って言ってた二人が急にいやいや、うまいよ、うまいよ、ホームラン打ってるよって気持ち悪いか。あ、そうだ、前髪、前髪切って。いや切るよマジであれなくなっちゃったかも、これか、うん、そう、この子がさっきか邪魔でさ。ちゃんと気をつけて切るからね。文房具のはず、あ、切れた。ねえ、めっちゃ切ってない？だって邪魔だったんだもん。なんか大丈夫大丈夫。ほら、そっちがそういうリアクション取ると私がなんかあのハラスメントしたってなるからありがとうって言わないと。視界が横に。ほら、よくなった。ありがとう。ちょっと待って、あとここだけ、この束、この束。あ、でもこれ。よいしょ。じゃあこれあげるね。髪の毛ね、めっちゃ切ってない？大丈夫大丈夫、ほらね、ジョギジョギ切ってる、ほら大丈夫大丈夫、かわいいかわいい大丈夫、あげる、うん、え、いらないいらないあげる、いらない、絶対いらない、絶対いらないけど、はい、感謝、はい、感謝
友達の証。あ、待って、適当だ。はい、ラジオネームストロールさん、はい、X のツイートがつまらないのがミュートの理由ですよね。若月千夏さんからも面白くないって言われてるならそういうことです。若月さんの評価も改めて聞いた方がいいと思います。だって、え、何この直球なメール。何今日のなんか総評みたいな感じで、何、若月さんにもやっぱ聞いた方がいいんじゃないですか、はい、あ、仲いいんですよね。仲いい、ね、そうですよ、友達だよ。聞いた方がいいんじゃないですか、やっぱそういう人の方が素直に言ってくださるので。ちなっちゃんはでもね、本当にあのちょこちょこ会ってるんだけど、会うたびにこれはあのしない方がいいみたいなね、ダメ出しをくれんの、めっちゃいい人ですね。めっちゃ貴重な意見もらえるからね、うん、最高なの。へー、だからあのこれってどうかなってこっちから質問したら絶対ダメ出しされそうな気がして、私もなかなか聞けない。あー、いいじゃん、もうツイッターぐらい自由にさせてくれ、もう本当に。でもそれでもやっぱ X は、うん、やめれなかったんですね、その SNS は。そんなやめなきゃいけないの私。そんなやめた方がいい感じのおばちゃんになってきてんの私。怖いんだけど。いや、僕はもう一周回って面白いです、本当に。なんか一周回ってって全然褒めてないからね。ツイート楽しみにしてる。怖いよ。でもなんか僕はなんかまあ別にどうのあれでディスるとかじゃなくて、うん、この日常的なツイートをするのがなんか羨ましい、うん、え、言うことないじゃないですか。言うことないけど、なんか担々麺とか食べたらさ、担々麺食べたってなんかつぶやきたいじゃん。え、わかんない、それが。僕その宣伝系ばっかになっちゃうから、逆にこういいなと思いますけど、こう日常的なのは。ちょっと待って、私すごい気楽に X やってたのにこれからすごい考えちゃうじゃん。いい、考えない、見てる、今のままがいいです。ウケなきゃみたいな、今の大御所 MC みたいになってるよ私からすると。やばい、今のままがいいです。いいのね、楽しみにしてます。はい、私らしくやるよ。はい、ラジオネームすだちさん、うん、ファースト写真集べき冷蔵庫ってどういう意味ですか。何べき冷蔵庫、そうなの、やばいよね。いや私本当に振り返るとやべえやつだなって思うよ。べき冷蔵庫、ファースト写真集か、べき冷蔵庫っていう、べき冷蔵庫、なんかね、なんでその名前にしたかっていうと、一見なんかただの四角、うん、四角だけどそれを開いてみるといろんなものが詰まってるよっていう、なんかもう、いや、きしょいですね。きしょいんだよ。だからさ、私の、いや本当もあのタレントベッキーのいけないところはちょっとメッセージ性を、なんか、あー、なるほどね、メス、いやでもその時はさ、いじる人いなかったし、いいねみたいな感じで褒める大人しかいなかったから、ちょいちょいメッセージ性を込めながらやってきたタレント活動だったんだけど、うん、今振り返ると本当きしょ。自分でも、でもそれが今日みたいなね、放送を生んだわけですよ。いや、そうなんだから、今までの本当に今までの芸歴が全てね、前振りになっちゃってんだよね、悲しい。40手前にしてね、急にいじられるようになったり、痛い女だっていうことがバレ始めて。痛くはないですよ、痛くはない、ベッキー。いや、分かってんだよ、痛くない、マジ悩む、これからのなんか芸風。助けてくれよ。いや、今まで通りでいいですよ。そんなネガティブなんですか。逆にさ、今の時代の先端を走ってるあのちゃんにアドバイスしてほしい。いや、そのままでいてほしいなと思います。いいの、いいでしょ、めっちゃ面白いです。いや、私自分面白いって思わないし、大丈夫なのか。いや、面白いです、尊敬しますよ、やっぱ。本当、うん、なんか洋服直しながら尊敬しますよって。足はちょっと通くて。25周年。いや、じゃあテレちゃんって伝え方がテレ隠しです。はい、そうなの。じゃあさ、ちょガチの質問だけど、私とは友達になれると思う？よくね、なんか意外となれる、なってもらえるならなりたいです。多分私もなれると思うんだよ、ね、なんか話聞いててめっちゃわかるんですよ、こうネガティブの部分では。そうなんだよね、めちゃくちゃ共感しますね。でもなんかご飯行ったらちょっと頑張っちゃって惹かれちゃうのかなとかも考えちゃうし。いや、惹かない、全部あのここで話します。そしてくれ、せめてそしてくれ。この前で聞いたって言うの、言います、毎週言われんだ。うん、だからそのちょっと考えすぎな部分がさっきから伺われますね。伺われる、はい、僕もちょっと考えすぎる時あるんで。そうだよね、でも食事行ったら暗い食事会になりそうだよね。まあね、二人だとそうかもしれないです。そう、でも実は共通の友達で本田翼いるからね。
え、そうなんですか。そう、私ショムニ、あ、この話前もしたんだけど早速忘れてくれてありがとう言ってた、ショムニね。そうそう、ショムニで一緒で、はい、なんか前に、なんかちょこちょこ、あの最近遊んでないけど、ご飯行ったりとか、うん、食器を買いに行こうっつって、なんかおしゃれな食器屋さんに行ったりとかね、してるんだよ。だからいざとなったら3人かもしれないけど、でもな、いや全然ありじゃん。 でもあの子陽キャじゃん、何気に。まあね、そのここのラジオも1回来たんですけど、まあ、テンションは高め、高いんだよね、めっちゃ。だから気にし、僕たちと真逆ですよね、気にしないのに。そう、真逆なんだよね。そうそうそう、だから逆にいいんじゃないですか、ここがネガティブなこと喋ってたら、なんかねえやみたいな。そう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 、うわ変な3人ショムニ出てたんですね。私、うん、出てたよ。ショムニは僕見たことなくて。そうなんだ。私がでも女優とかやってる、お芝居してるのとか見たことないでしょ。あれベッキーさんでしょ、ショムニ。わかんないです。わかんないね、多分もうバラエティのイメージなんだよね。バラエティとアーティストのイメージがあって、うん、そうですね。俳優やってんの、え、のだめ？あ、のだめ出てる。映画バージョンね。え、僕とのだめめっちゃ好きですよ。映画、あ、映画出てたわ。ね、そんなに記憶ないの。まあまあ目立つ役だったし。僕のだめの映画も見てるし、DVD も見返しますって。あいつか。あいつか。あいつがこいつだ。あ、そうだ。いろいろやってる。本当いろいろやってるらっしゃるだ。でもさ、ベッキーってそうだよね。なんかあえて見るもんじゃないっていうか、なんかもう。あ、気づいたらなんか出てたなみたいな、うん、そういうタレントなの。分かってる。それがいいですよ。そうそうそう。そう、確かにそうかも。いいんだよ。全然いいの。私分かってるから。いや、まあちょっとね、似たるとこあるという発見ができました。うん、僕も意外とそのメッセージ性とかも入れちゃうタイプなんで。あ、そうなの？うん。あ、でもそうだよね。絶対そう。でも、アーティストだから、根本がアーティストだから、それはありだと思う。なんかバラエティタレントなのにメッセージ性をなんか乗っけてる私は痛いかなって思っちゃう。え、そのあ、曲も出してるじゃないですか、うん、アーティストとしてのなんかどうのこうのないんですか、ポリシーじゃないけど私アーティストだぞみたいな。いや、もうアーティストの時はバラエティタレントと違う顔と思って結構、うん、それこそさ、あのちゃんのライブの映像とか見たことあるけど、結構みんなね、うん、どんなことがあっても頑張ってみたいな感じで言ってたんだけど、うん、その時はその時で真面目にやってたんだけど、なんか、うん、ちょっと10年ぐらい経って俯瞰で見ると、あ、痛い、なんかバラエティタレントがなんかアーティストぶってただけなんだって、ちょっとそこまで思う、めっちゃネガティブじゃん。ゃあの時のベッキー帰ってきて平成のベッキー帰ってきて、優しいねこの現場。いや誰も思ってない。平成のベッキーはどこ行った？そうなの、私だから分かんない、アンチ目線で自分を見ちゃってんだと思う。うわ、なんかメッセージ性込めちゃって、あ、もうちょっと自分に優しくなって。アンチコメント浴びすぎたんじゃないですか。あー、そっか、見ます、たまに見るよ。浴びすぎて、あ、そうだね、浴びすぎて自分もフィルターがそれになっちゃったのかもしれない。うん、そっちじゃん、だってそんなことないもん。そうなんだ。ねえ、だから結局のごんべきなんですか。そう、最後の質問ですよ今日の。どっちどっち。それでは聞きます、のごんべきなんですか。はい、私が。本日最後の曲です、ベッキーでエメラルド。ありがとうございました。ありがとうございました。もう帰っていい、はい、もうこれで終わり、本当に任務完了です。じゃない。
アナのオールナイトニッポンゼロ、アナのオールナイトニッポンゼロ終わり。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝ぼらけをお届けします。アナに今夜の、はい、じゃあちょっとメール、ベキはバルカに帰りましたから、もう帰っちゃったよ、ついにね。メールじゃあ読もうか。メール読む。ラジオネームジャイアント厚彦さん、ベキさん、バルカに帰ったらしっかりお湯に浸かって疲れ癒してくださいね。本当です、しっかりね湯船に浸かってほしいです。普段は9時とかに出るって言ってたから、よく来て本当に申し訳ない、よく来てくださいました。本当に嬉しかった。ベッキーさん、バルカでも優雅に暮らしてください。ラジオネームユースフルさん、エメラルドの歌詞の一人じゃ輝けないよ、やっぱり君が必要はぜひ今のベッキーに聞かせてあげたいです。バラエティ番組にはやっぱりベッキーが必要です。いい歌詞じゃないですか。本当にそうですよ、一人じゃ輝けないです。やっぱめっちゃネガティブだったよね、びっくりした。全然そんなことをさ、みんな思ってないのに。でもね、こうアンチされすぎて自分もそう思っちゃう気持ちはわかるよ。ミュートしてごめんね。本当に、いや面白い。でも全部面白いに変えてくださる方なんで、ベッキーさんも非常に助かりました。楽しかった、また来てください。ベッキーさんもうでも共演の G もらってるからね、はい、またやるといいです。ここまでのお相手アノでした。出会いがあれば別れもある、笑顔でまた、ダメ、今日は出てきちゃダメ。
散々ビバンで煽っといて結局こんな感じで終わんのかよ。つまんねえラジオだな。やめてくれよ、今日は出てくるなって言ったろ。ったく、お前があいつには大したことつぶやかねえとか言い出した時はどうなることかと思ったが、まさかラジオにまで呼んでしまうとはな。で、返しちゃっていいのか。ああ、今日のところはな、僕に考えがある。おー、こわ、つくづく別班だけは敵に回したくないな。僕がオールナイトニッポンゼロをやってきた真の目的を果たすまで、美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない。リスナーのみんな、笑顔でまた会おう。アナです。アナのオールナイトニッポンゼロ17限定のアフタートークです。はい、今日はスペシャルウィークということでゲストにベッキーさんが来てくださいました。あのね、ベッキーさん本当に面白くて楽しかったですね。そのもうここ何週かビバンの下り下り長いけどもあったから、それをすべて片付けることができました。やっと、もういいよ。でもベッキーさんはもうやっぱバラエティの質だから面白いし、なんかなんで逆にあそこまでねへこむのか、なんかビアン覚えてなさすぎたのあったね、この絵本。まあでもに20年前だからどうなんだろう。でもなんでビアンにしたか覚えててほしいよね。さすがにタイトルはなんか広がんなかったね、この本からは何も。なんかそのベキ冷蔵庫っていう写真集も出てて、そのね意味もなんか結構変わってたから、これも多分なんかいろいろその時の気持ちだったりいろんな理由がありそうだけど、多分何も覚えてない。アゴーくんがせっかくね残りこの世界に1個しかないもうそれを持ってきてくれたのに全然広がりませんでした。世界にもう450円ブックオフに売るか。そしたらまたねこれ見れるから、僕もちょっとこの後見てまたブックオフに売っていろんな人が見れるようにしますか。じゃあ、いやー面白かった、また来てくれるといいですけど、もう共演 NG 食らってるんでラジオ的にはもう来ないかも。でもしっかりもう今日で NG って言ってたから、今後ねバラエティで共演することはあるのでしょうか。 NG だから会わないかもしれないけど楽しみだな、どうなるか。ということで今日はベッキーさんを迎えして、最後聞いた、最後間に合ったやつどうだった。僕が別班だったということがバレてしまった。凝りすぎ、最後わざわざ撮ったんだから、これ始まる前に早く入っていろいろ今日凝ってたね、ちょっとギリギリまで作ってたよ、なんかああじゃないこうじゃない言ってどこに。すごい、でも面白かった、なんか今までとまた違って。はい、ということでアナのオールナイトニッポンゼロは毎週火曜日深夜3時から17じゃない17でライブ配信してます。誰でも無料でスタジオの様子を見ながらオールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます。というわけでアナでした。また来週、バイバイ。